どうも、土の子ブラザーズのペペロンです。本日もマインクラフトをやっていきましょう。ということで、前回の引き続きで、今回も畑を作っていきます。前回は全然畑を作らずすいませんでした。ということで、やっていきましょう。こんな感じになりました。ドンと。まあ、途中までですけど、水を敷いて耕してる途中ですね。桑の耐久値がちょっとなくなってしまったんで、で、これ、修繕ついてないんですね。効率強化と耐久力3がついてるだけで、修繕をつけてないんですね。で、まあ、桑に修繕つけるのもどうなのかなと思ったり、あと、確か進捗があったはずなんですよね。ダイヤの桑使い切ったらなんか進捗達成みたいなのがあったはずなんで、ちょっとこれ使い切って、で、新たに、確か道具鍛冶の職業についてる村人が、ダイヤの桑交換してくれるはずだったので、ちょっと今から交換してもらえるよう村人と取引をしてこようかなと思います。で、村人はね、今、こっちにね、輸送してきたんですよ。塔みたいな建物があるんですけど、そこを何も使ってなかったので、とりあえずそこに村人を入れています。最初石炭でいけたはずなんで、ちょっと石炭見てみましょう。OKOK いけた。じゃあちょっと交換してみます。じゃあとりあえず新米からレベルを上げましょう。上がったかな、レベル。あ、でも鉄交換してくれるのか。それはでかいな。ちょっと鉄持ってこいよ、大量に。鉄ね、めっちゃ大量にあるんですよ。よし、よっしゃ、戻ってきました。で、まあ、これをとりあえずじゃあ、鉄に戻しましょう。インゴットにね。で、これを。はいはいはい。どうでしょうか。お、シャベル。なるほど。今のところ鉄は無限に生産できてて、石炭がまだ無限に製造ができる段階ではないので、鉄が回復するまで待ちましょう。ダメ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 。よしよしよし。いつもじゃあ最初は石炭にしよう。どうでしょう。鉄来い、鉄。あ、鉄来た、鉄来た。よし。鉄のシャベルと鉄のつるはしが来たな。下の方はどうなってるでしょう。お、鉄なんか高くなってねえか。はいはいはい。どうでしょう。よいしょ。あ、斧とシャベル。お、シルクタッチついてんじゃん。当たりかな、これは。あ、ツルハシ来た。ツルハシ来たけど、クワが来なかったな。ちょっとなかなか回復しないので、もう一人連れてきました。これで就職させてランクアップ。おっと、ここもダイヤモンドのとダイヤモンドシャベルだ。めっちゃ理不尽。来い、頼む。来ない。ちょっとじゃあ出るまで厳選しますか。やっと来ました。で、やっとダイヤモンドのクワが来ました。ここは観光所ですね。観光所の職員に就職をさせました。これで困らなくなりましたね、畑耕すのも。では引き続き耕していきたいと思います。っていうか、苔がめっちゃ伝染してる。じゃあひたすらこのね、クワで耕していく作業をやっていきますよ。お、割れた。あれ？嘘？進捗なかったっけ、これ。もうクリアしてたんかな。だからもうクリアしてたっぽいな。ダイヤモンド系のツールはもう量産ができる体制に入ったので、よしとしましょう。では引き続き頑張って畑を耕していきたいと思います。はい、ということで小麦畑がある程度完成しましたので、ちょっと見ていきましょう。はい、結構周りも整地したので、さっぱりした感じになりましたね。で、まあ整地してる間に小麦も育ちきっていい感じになったんじゃないでしょうか。
ちょっとキノコ邪魔だからキノコだけ伐採しようか。いやー、キノコはサックサクだな。一応まあ定番ですけど、水の上にハーフブロックを置いて隠しております。この面がね、崖っぷちだったので、こう自然な段差みたいな感じで、整えました。後ろがこんな感じですね。でここもちょっとした谷みたいになってたんですけど、登れるように一段ずつ段差をつけました。マジここが一番大変だった。ほんで、この上が茶太郎村が見えますね。もうだいぶ成長したんでね、かなりいい感じになったんじゃないでしょうか。あとはここをね、湧き潰ししないといけないんですよ。ハーフブロックだから、ハーフブロックの上湧かなくて、この耕したところって敵湧くのかな、ちょっと調べてないからわかんないな。まあ、ということでね、小麦畑は一旦これで一区切りって感じかな。あと風車ね、風車作りたいね。こういうとこに風車作りたいですね。そんなわけで今回は約2パートにわたって小麦畑をちょっと作ってみました。まあ、前回は小麦畑全然作ってなかったんだけどね。次回も農業地区を開発していこうと思います。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。他にもマイクラの動画いっぱい上げてますので、よかったらそちらの方もチェックしてくれると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。土の子ブラザーズのペペロンでした。バイバーイ。